かった。メイさんか。はい、どうも、カオスマイスターと申します。本日はね、ポケットモンスタースカーレット・バイオレットのランクマッチをやっていきたいと思います。対戦相手の方が見つかりました。お相手はメイさん。メイさんのパーティーはマスカーニャ、デカヌちゃん、パオジオン、これは羽ばたく神、海流ディンリュー、ディンルー、海流ディンルー、言いにくいわ。今日はね、一日お休みをもらってて、スーパーパワートレーニングからの爆食からのポケモンバトルです。ね、これはどないしましょう。ちょっと鉄の貝が必要かな。これね、どうしよう。山見が刺さってねえなー。ディンルーから来るんかな。ディンルーどうやって倒すの。初手山見だ。山見後ろに、これきついね。 DJ 宮本レジリエンスでいっか。ヒロキ哲也きついよな。ヒロキ哲也めちゃくちゃきつい。変なの出ちゃったし。村田雄太もきついな。これいくわ。はい、結局上3匹っていうね、変なの出ちゃったよ。さあどうなる、この一手、神の一手。メイさん対戦よろしくお願いいたします。さあメイさんの先発は人に慣れてる羽ばたく神。こっちはイルカマミ。これはおっとブースティングエナジーか。これはね、普通に磁場コイル出したいんだけど、普通に水テラス切ってジェットパンチにぶち殺したいっていうのもあるんだよね。でもそんなヤンキープレイはしないんで、磁場コイル交換で相手突っ張ってくるか。突っ張ってくるか。何やってくんだろう。はい、マジカルフレーム。あーすごい、こっちの磁場コイル交換読みですね。でもこれ居座っては来ないよね。ディンルー来そうかな。ディンルー来たらディンルー来たでいいです。これヘビーボンバー、エネルギーボンバーいきます。マジカルフレイム、バーガメ。これのためにヘビーボンバーっていう技があるんですわ。オッケー。さあ、ヘビーボンバー、エネルギーボンバーを搭載しているのは羽ばたく神のためなんですね。おっと、パオジオンか。これは不意打ちかな。まあでも磁場コイルってもう役割ないですよね。ってことはディンルーは出してないんだ。なんでもいいや。まあ、ボルトチェンジでいいや。不意打ち聖剣か。うん、これはしゃーない。これ相手がこれすごい悩むな。どうせタスキなんですよ相手。イルカマンで、イルカマンでいきましょう。これはまあタスキなんで絶版打ちます。これはもうジェットパンチで。おっとテラスを切ってくる。何テラスなんでしょう。さあ電気か。電気テラス多いっすね確かに。ジェットパンチ
テラバースト、うん、オッケーオッケー、つらら落としでひるまなければいけますね。はい、これはねテラスを切って竜の前ですね。つらら落としでひるまなければワンチャンあります。ここ聖なる剣を押してきたらめっちゃうまいっすね相手。はい、オッケーオッケー。さあ聖剣めちゃくちゃうまい。こだわってんのか相手、こだわってんのか。自信こだわってるんですね。はい、こだわりハチマキパオジアンか。いやこだわ、もう分かんない。リンルこれやば、負けたか。いやまだね、ひるませまくればなんとかなるわ。リンルいないかと思ったらいるんかい。オッケーオッケーオッケー、もう一回ひるましてほしいわ。勝った、オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケー、最高。ディンルー海流でアイアンヘッドパワープレイだこれ。最強だ。切だ。最高、最強だわ。うん、これはマサキ太郎並みの試合ですねこれ。これはすごい試合だ。うん、ひるんだひるんだひるんだ。ひるみの確率 30% ですけどね。相手がほんとクソですね。ほんとこんなことで切断すんな、クソボケな。それではね、メイさんだっけ、うん、メイさんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク、トップバリュー、グリーンティー緑茶、国産の茶葉使用2リットルを飲みたいと思います。いただきます。いやこれは大爆笑ですわ。あーうまいわ、うん、今日はねスーパーパワートレーニングの後の爆食したんですけど、スーパーパワートレーニングで思い出したんですけど、関係と排水横管の最小勾配について、関係 65mm 以下の排水横管の最小勾配は50分の1、関係75から100mm の排水横管の最小勾配は100分の1、関係 125mm の排水横管の最小勾配は150分の1、関係150から300mm の排水横管の最小勾配は200分の1。以上、カオスマイスターでした。シェリー少女くたばれ9分15秒。